皆さん、ポコニャチは。今日も元気にミンバと。そういえば明日の6月2日でチャンネル開設9周年らしいぞ。おお、そういえばそうだ。すごい、もうそんなに経つのね。そりゃおっさんにもなるわな。おい。あぶねえ、一周待って正解だった。戦闘の人はハンマーを投げる前に抜けられるけど、ああいう場合は待った方が確実だな。オッケー、マリオが壁に引っかかった。これはでかいわね。そのままゴールでもいいんだよ。残念ながらまだ続くな。あ、中間地点ね。頼むからパワーアップを。シャーナイスだ。これでゴリゴリ進めるな。できれば食らいたくはないけど。ってギリギリかわした?まあ僕ぐらいになれば当たり判定を消すことぐらい。いやそれはただの不正。冗談冗談。って、ポコニャンマリオの進路妨害で落としたでしょ。いやたまたまだからね。ま、それによってポコニャンの勝利か。よし、まずは勝利からのスタート。全員でゴールもできそうね。最近は本当にいい人が増えてきたよな。さあ次のコース。てかたまか。大丈夫、最近結構慣れてきたから。ブンブンも条件だしまずはアイテムを。は?うん、これで相手に油断させたはず。なるほど、作戦だったのね。ほら他の人も全員やられてるじゃん。すごいなあ、ポコニャンくんの作戦決まったなあ。全部ひらがなにするのやめてくれません。フラワーを取ったのに早くも2回食らって。ここでまた補充さ。さあブンブンがどこにいるかだが、スターで一瞬で倒せないかな。お、このドアか。どっちもでかいか。残念ながらスターはなかったな。復帰は早いからすぐ倒せるけど。でもこれブンブンをまとめられるかも。で、他の人も来たか。あれなんでポコニャンが条件を持ってる。ヒノキオがブンブンを倒した瞬間に条件を奪ったぜ。それはナイスすぎ。今のはラッキーすぎるだろ。まあ僕が最初にブンブンと戦ってたからさ。さあ今回は後方からのスタートダッシュを。どう見たか僕が先頭に出たぞ。いや今のはマリオとキノピコがごちゃついてたから。っていうかルイージに無償でどんぐりプレゼントしてんじゃないの。この進化時間が勝負を分かつさ。ルイージは退化して、ポコニャンは進化する。これで前に出てる僕が勝ちっていう方程式が完成。どんな計算だよ。これでお前がダメージ食らったらルイージに抜かされるぞ。何気にクリボーとごっつんこしそうだったし。これはゴールしちゃうね。ま、ルイージの勢いを考えたら待てねえな。さあ次のコース。土管が2つか。配置的にどっちかには入れってことだが、僕は右と見た。まずは前に。グセ入れるか。で、ハンマーは欲しいな。キノピコに与えちゃったわね。一人だけ先に行っちまう形になるが、2番目に取れるかしら。それは先にもハンマーがあると予想。あ、チビ状態で行くのね。ハンマーでしか行けないギミックがあったらやばいが、そん時はそん時さ。さあキノピコに道を開けてもらって。チビの方が有利な場所とかないかな。とりあえずキノピコより先に出たいな。壁キックを入れたけどあんまり差は埋まらず。裏エリアは特にないのかしら。まさかのダイレクトゴール。プレイついてきてよかった。こんなに短いコースだったなんて。ま、裏が速度感だった時点で怪しいとは思ったがな。僕もなんとかゴールできてよかった。さあ今度は砲台ボックスが条件だって。このハテナブロックに入ってそうだね。よし僕が最初に取ったぞ。ブンブンを倒す感じか。圧殺でもいいけど普通に倒すか。ルイージが倒したか。あんた砲台ボックス失ってるけど。やばいゾンに戻るわ。はぁ、一気にドベチンになってるじゃない。先に進んでもよかったけどこの後砲台ボックスがないことを考えたら。まあ戻るしかないわな。果たしてこの判断はどう出るか。いや待ってこんなのゴリ押しで進むしかないじゃん。で結局失ってるんだが。まあ、チビだったら進むの難しいだろうし。でここでクッパ戦はありがたい。砲台ボックスも出てくるしな。さあカットしてもうすぐ倒せる。さあ倒した。誰が鍵を持った?わかんないけど僕が最初に入る。で、左の3人誰も持ってなくね?もしかしてルイージが?で、あいつよく見たら体で隠してるぞ。変な卑怯な手を使いやがって。普段あんたも色々やってるじゃない。とりあえず僕のことは置いといて。奥なし早く来るんだルイージ。これはポコニャンが透明度感に入るタイミングを伺ってるな。入っても鍵ドアまで抜けられないと判断。さあみんなルイージをブロックしろよ。お、マリオが奪ったぜ。これは絶対鍵ドアに入った人が勝ち。あれ、今持ってるのって僕だよ僕。お、マジか。じゃあ入った。よし、かぶり物のおかげで担がれることもないな。じゃあ、勝ったぞ。キノピオだけ戻っちゃったけど、あれでゴールできないのはかわいそうだな。僕のせいじゃないからね。無理やり勝利を掴んだって感じね。まああの場面は勝ち筋がそれしかないからな。誰が勝ってもおかしくなかったね。オッケー、僕がまた前に出た。最近どうしちゃったの?まあ梅雨だしわからんこともないか。まだ4回お前ら。でもバカで勝ったとこと?はぁ、勝ち角だったのにドッスンが落ちることぐらい予測できただろ。まあそうなんだけどさ。って、珍しいわねタイマン勝負スタートダッシュがひどかったが。いやいやみんなやるって。さあこのアドバンテージは大事にしたいね。ほう、オンオフを切り替えて。スネークブロックに乗らなきゃダメ？このままじゃマリオが来ちゃうね。一応オンオフブロックの下は抜けられるけど。積んでる可能性もあるからこのまま行こうか。ワンチャンマリオを落とせないかな？逆に落とされないでよ。なんとか耐えるよ。さあ別のスネークブロックがあるわね。これ4人で対戦したらカオスなことになってただろうな。ここで僕が前に。マリオその幅跳びは強い。抜かれちゃったか。ここで大ジャンプだ。着地点は。よし大丈夫だった。そしてここで勝負に出る。あ、オンオフを切り替えなきゃダメ？いやもう下を通って進めることも期待する。頼む、封鎖しないでくれよ。じゃあこれは勝った。さすがにこれは一人しかゴールできないかしら。いやワンチャン。おお完璧。あとはマリオだけど。やばいワンダンピッシュだ。ナイスギリギリ。よく二人でゴールできたわね。さすがにかわいそうだから待ってあげた。さあ今度は通常コースかしら。今度は前に出れずか。この時点でだいぶまずいよな。裏エリアがなけりゃほぼ負け確定。ドベだけどアイテムを取ってる暇さえもなさそう。せめてゴールできればいいんだが。頼むなんかあってくれ。さあその願いは果たして。よし、叶った。土管に入るのさえ遅いっていう。しょうがないでしょ。キックスタート。申し訳程度の。それによって中間をスルーっていう。いやでも2位まで浮上できた。あとはルイージね。攻めたいけど死なない立ち回りもしなきゃ。ま、死んだら確実にゴールはできないだろうが。中途半端が一番ダメね。もちろんわかってるけどさ。って、おい、ルイージが表エリアに行ったんじゃね？まずいそのままゴールか？ダーゴールか。お前もなんとか高めるか？じゃあセーフだ。順当に負けたって感じね。やっぱり中途半端に動きを緩めたのがダメだったんだぜ。ポコニャンくん、マリオに何か一言。僕たちずっともだよね。ごめんなさいだろ。ちょっと待って、これドッスンの乗り継ぎ？これは難しそうだな。とりあえずキノコは取っておこうか。ソーダグレープに使ったら無意味だけどね。さあ先に行ってるのはキノピコか。カットしたけどもう中間を取ってるみたい。まずはポコニャンもそこまで行かなきゃね。おおそこにあるじゃねえか。よし、あとはキノピコ。おお見た。のんびりしてたら抜かしちゃうぜ。プレッシャーをかけていかなきゃね。どうやらめちゃくちゃ感じてたみたいだな。よしこれは大チャンスだ。落ち着け、ここを乗り切れば勝ちまであるぞ。スピンジャンプ中はくるっとできないから気をつけてね。オッケーオッケー。怖い。オフにゴールが見えるわ。ごめんそのままゴールしちゃう。危な。まあこれで良かったと思うぜ。なんとかキノピコを抜かせて良かった。